はいさーい。はいさーい。今回ですね、イカダ釣りですね。イカダ釣りですね。はいさーい初のイカダ釣り。で、今日来てもらったのが、釣り雑誌ソルトのフリーライター、工藤さんに来てもらいました。おはようございます。おはようございます。頑張ります。はい、頑張っていきましょう。ここに今から行きたいと思います。はい、トイレもあるみたいです。はい、出港でございます。はい、行きます。はい、イカダ目指して頑張りましょう。はい、R さんの、釣り癖の中に見たら驚愕のものが30円で手に入った。多分これいつ切れてもおかしくないっていうこの号数関係ないんじゃないかなっていう。すごいですねこんな安くで売ってるって。だから面白い。これで釣れるといいな。はい、釣りましょう。これがマグロ養殖場ですね。これがマグロ釣りたいな。釣りたいですねマグロ釣ってみたいな。いいイカダに着きました。結構ね、広いね。広いっすね。真ん中ね、あれもあるし、なんかなんていうの、テーブルと椅子ちょっとね、一泊できそうですね、こっちだったら。何がオフ会できますね。まさにここで、うん、来年のあのハイサイのオフ会ここでやります。3000円で来てください誰も来ねえよ。はい、イカダに着きました。はい、着きました。はい、こちらかなりいいあれですね、なんか生活感ある。生活感もね。あ、キッチンもある。そうだ、なんか謎の生物発見ですね。すげえ。これ何、トラフグですかこれ。これ何フグなの。箱ではないよね。しかも生きてるね。パタパタしてる。かわいい。相当でかい。はいはい、さあ今日のテーマあれですね、ルアー釣りですね。ルアー釣りですね、今回は。こちらの工藤さんね、ルアーマガジンソルトです。あ、ルアー専門雑誌の。はい、そうです。なので今日はもうルアー対決みたいな感じで、対決ってことじゃないですけどね、はいはい、うん、一緒に、うん、ルアーをメインに今日は釣りしていきたいと思います。はい、でこの前ですね、工藤さんが出たあの動画あったんですけど、はい、テロップ出したんですよ。はい、まあ自分が編集したんですけどあれ、あの雑誌載ってたんですけど、あれライバル雑誌だったんです。間違いだよ。申し訳ないです。ライバル雑誌の宣伝をしてしまうというね、失態を犯しましたね。ということでね、今日はルアーでやっていきましょう。はい、はい、はい、なんと画期的なアイテムがあるみたいですよ。こちらどうぞ見てください。あのピトンって普通打ち込むじゃないですか。持ち運べるピトンがあったんですよ。お、あ、この発想なかったっすね。なかったな。なんかやたらピトン打ち込んでるやつ、器物破損とかね、もう犯罪者扱いされてるから、これだったらね、何も言われないと思いますよ。ただ重い。これあの6号とか5号とか書かれてるんですけど、これなんか6号より5号の方が大きいように見えるんですよ。大量で、大量で、はい、改良で。人造人間みたいな感じですね。よく見たら形も違うんですよね、美しいですね。結構あれ4号だから旧式ですね。あれ旧式なんです。昭和のピトン。これ1号。あ、1号。昭和のシンプルで1号作なんですけど、バランスが悪いです。ああ、なるほど。もう最初作った時、多分ウキウキだったんでしょうね。あ、塗装されてますね、塗装。はい、じゃあ早速第一投目。なんすかこれ。大きめハーブで。ロマンは必要だろう。でかいっすよこれ、手のひらと同じぐらいの大きさ。ここね、なんとカンパチいるらしいです。え、カンパチいるの。まあこれね、この竿が耐えれるかわかんないんですけど。本当っすか。カンパチ美味しいからね。いるらしいですね。あとこっち地面、砂地みたいですね。あ、砂地。寝かかりしづらいと。なるほど。じゃあ砂地があるってことはこっちも狙えると。あの高級魚のこっち。タケシが一回釣ってるからな。そうですね。美味しかったな、あの。まあ俺が釣ったから2番線地になりますけどね。どんだけ釣ろうが。うん、船長更新すれば、うん、上回って。まあね、まあ、でかさ的にはね。うん、まあ沖に来てるからでかいんじゃないですか。まあ釣れればの話ですけどね、釣れればね。おい、結構いいとこ行くんだよ。水深が15メーターぐらい。15メーターですね。でゴンマ2メートルだから7。じゃあゴンマ7体です。7体がいるみたいな感じですね。恐ろしいですねこれ。ドラグの調節は大丈夫ですか。大丈夫だと思う。してなかった。怖いよ。してなかった。ドラグ問題。リスナーも厳しいよ、ドラグには。厳しいね。厳しいよ、ドラグに。最近バラしやがってて、2ちゃんで叩かれてましたからね。いろんな叩きがありましたからね。ネットの声は怖いよ、ネットの声は。ネットヤクザは怖いから。ネットヤクザ怖いか。ネットヤクザって言葉と文字の暴力を使ってくる。一方的ですからね。こっち反撃の余地ないですからね。本当一方的に。しかも集団で来るからね。集団で来ますからね。あの書き込みでたけしと俺が映ってる動画見ないって人見ないって言ってましたね。
ひどいですね。これ今回の動画見られない。今回の動画多分この人見てない。いはい、では次は工藤さんですね。工藤さんの1投目。僕このテキサスリグ。テキサスリグ。テキサスリグ。本当だったら。バス釣りとかあと根魚釣りに使うやつで、はい、バレットシンカーって砲弾型の本当は重りを使うんですけど、まあこの夏目型の中通しシンカーでも大して変わらないと思うのでこれでやってます。おう、はい、これに、山下の、まあ、通称ゴムエビというエビのワームがあります。はい、これこんな伸びても全然切れないんですよ。すごいのプレーで張り持ちがすごいいいので、これをよく使ってやってます。はい、非常に釣れるワームです。これ魚もね、食べたら飲み込んで喉詰まらそうですね。危ないですよこれ。生姜作ったらまずいやつ。まずいやつだこれ。魚は背中叩いてくれる人いないからな。トントンしてくれる。トントンしてくれる人頑張ります。よし、じゃあ頑張っていきましょう。工藤さん、奥の方に行くみたいですね。上がってきます。めっちゃ揺れてるから大丈夫ですか？あっち大丈夫だと思います。さあ、あちらの方で何が釣るんでしょうか。私は落ちそうなので行きません。ハルさん、ヒット来てない。あれ寝掛かり来てたけどな。今曲がってるじゃないですか、これ。めっちゃ曲がってるよね。めっちゃ曲がってますよ。でも、引っ張られないな。寝掛かりじゃないですか、これ。ほらほら、でも、気のせいか。まさか下で寝掛かり。そんなバカな。下の寝掛かり、そのはずのはずの。あら。来たよ。気のせいか。寝掛かり来た。寝掛かりだー。寝掛かりだー。おお。下砂地って聞いてたからね、当たったかなと思ったら。寝掛かりした勢いで竿先が折れてしまいました、これ、ひっちゃんの竿。さあ、これ果たして治るんでしょうか。さあ、先ほどハウラさんが折ってしまった釣り竿、ついに治ってるんでしょうか。治っててくれ、ひっちゃんの竿。ひっちゃんの竿、わざわざね、竿先が折れたっていうだけで船出して戻ってきてくれましたね、本当に。開けてしまうと戻せないんですよ。 あ、そういうことですか、はい、500円、あ、なるほど。で、緊急をなんですけども、3種類あって、はいはいはい、どっちかは多分当たるとは思うんですけども、はいはい、もし、はい、当たらなければ、はい、開けてしまったら返品効かないんですよね。そうですね。どうします？これはさあ、乗るか乗るか。開けるしかないですよね、これも。やるしかない、うん、やるしかない、乗るしかない、このビッグエンド。これこういうの売ってるんですね。これ初めて見たんですけど、高級車中のこの何、ガイド、うん、え、これ接着剤なんですか？え、何これ。え、これ入ってますよね。うん、これですよね。うん、あ、これ炙るんじゃないですか。あ、そうかもしれない。なるほど、新しい。樹脂、樹脂接着剤みたいな。はんはん、樹脂接着剤らしいですね。炙ろう。こういうの炙ろうや。おお、ロウのように溶けてきましたね。つけると、うん、おお、粘り気が、粘り気がある。まんべんなく、まんべんなくすか。おっしゃ、今や、はい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 、早技早技。あ、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 で、これ、置いといて、これいいんじゃない、これいっただろう。まんべんなくて、これ来たか。これ来たでしょ。あ、これ来てるな。あ、これ来てるわ。大丈夫って言ってる。合わせて動かさない。よっしゃ、完成。おお、治った。復活です。ありがとうございます。これ友情に亀裂が入らなくて済みましたね。そうだね。で、ひっちゃんがあれ、こっちとこっちのガイド色違いけど。動画を見ればバレますよ、こっち。今度はこれですね。これでやってみたいと思います。はい、パワーイソメですね、うん、これすごいですよ。なんとブルーベリーの香り。ああ、いい匂いするってことですか、これ。巻いた、ドラグ効いてる、ドラグ効いてる。巻いた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 。お、ハルザヒット。怖いぞ。巻いた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 。レレレレレ。巻いた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 。ですね、おお、綺麗に虹がかかってますね。ちょっと今雨降ってるんですよ、うん、
20ってアップにしても20なんだね。20は20なんだね。これ便利だね、やっぱテントあるとね。ねえ、雨今降ってんすけど。え、何って感じだけど。って感じ。降ってんだみたいな。